ロリマーストリート駅は、ブルックリンク・ウィリアムズバーグのロリマーストリートと、ブロードウェイ交差点に位置するニューヨーク市地下鉄、BMT、ジャマイカ線の駅である。j 系統が、平日日中混雑方向以外、m 系統が、深夜帯以外の終日に停車する。1888年6月25日に開業、この日にゲイツアベニュー駅からドリックスアベニュー駅まで、開通した。 その後、ウィリアムズバーグ橋が開通し、マンハッタン区に乗り入れを開始した。当駅は相対式ホーム2面3線の高架駅である。中央の急行線は J 系統と Z 系統が平日日中に通過する。駅のアートワークは、アネット・ダビデックによるラウンドレッドシリーズでホーム壁にあるステンドグラスで構成される。地上階の階段生誕に終日開いている改札があり。 地上へはロリマーストリートとブロードウェイ交差点の南西と北東に階段が降りている。この他東端に無人改札がある。地上への階段はウォーラバートストリートとブロードウェイ交差点の東側に2カ所設置されている。ブロードウェイ駅が駅の2ブロック西にあるが、改札外乗り換えであり、無料乗り換えにもなっていない。 しかし改札外無料の理解は設定されたことがあり、クロスタウン線の工事のためニュータウン側のトンネルを閉鎖した時に行われた。2019年より BMT カナーシー線の一部区間を閉鎖する際にも無料の理解の設定が決まっている。ありがとうございます。